荒畑乾村、荒畑乾村、荒畑乾村、1887年、明治20年8月14日から1981年、昭和56年3月6日は、日本の社会主義者、労働運動家、作家、評論家、日本共産党と日本社会党の決闘に参加するが、後離党、戦後1946年から1949年まで、 衆議院議員を務めた。本名は、活動といった。一貫した生涯は、日本社会主義運動の両親の軌跡とされている。神奈川県横浜市永楽町の横浜遊郭内で生まれる。幼少期を横浜市屋には、現在は、同志校南区で過ごした。高等小学校卒後、外国人商館で、ーイとして働き、キリスト教に改修。 横須賀の海軍交渉に勤務する中で、一万長方、紙に、坂井敏彦と、高徳周水が共同で書いた、反戦し、大社の字に感動して、労働運動に参加。高徳と坂井が発行する習慣、平民新聞の非戦論に共鳴し、社会主義に接近する。その後、坂井敏彦の世話で、和歌山県の室新報での新聞記者を経て1904年に、 平民新聞の編集に参画。同志で同僚だった六歳年上の菅の姿、内縁を結び、1907年に結婚した。この頃、社会主義伝道行省に参加して、田中正造を知り、足尾孔読事件を素材に、諸女作、柳川村滅亡史を著述している。1908年に赤旗事件で検挙される。裁判で有罪となり、重金庫1年。 入獄中に、妻の菅が皇徳と不倫関係となり、千代子と離婚。菅も一方的に現状を送りつけて、獄中の荒畑と離婚した。このことに、感想は激怒し、2年後に出獄すると、ピストルを入手して、菅を射殺しようとするが果たせず、代わりに、桂太郎首相の暗殺を企てたと言われるが、いずれも実行できなかった。一方、 菅の内縁の夫となった皇徳とも疎遠になったことで、関村は結果的にその後の皇徳事件、大逆事件での検挙、処刑を免れた。なお、この件で皇徳と菅は仲間内からも白眼視されており、関村の他にも疎遠となった結果として、連座を免れた者は多い。菅村は出国後、堺が設立した売文社に参加し、山川人 高畑元ゆらと地道に体制の立て直しを図り、1912年には、大杉久氏と近代思想を、創刊、さらに月刊、平民新聞を発行した。しかし、サンディカリズムを唱えた大杉とマルクス主義に立脚する、寛村との対立が次第に表面化。大杉と決別して、あとは、労働組合活動を続けながら、関西で活動。1920年に、 日本社会主義同盟、1922年に日本共産党、第一次共産党の創立にそれぞれ参加する。しかし1923年の第一次共産党事件で、坂井敏彦と共に検挙され、翌1924年には、肝村による、ほぼ唯一の反対論を押し切って、共産党解散決議がなされてしまう。この後肝村は、残務整理のため設置された。 ビューローに参加し、あくまで党再建を目指そうとするが、ビューローの中で、福本和夫の党理論、福本イズムの影響力が増してくると、次第に党再建活動から距離を置くようになった。福本イズムへの疑問をあらわにする感想は、福本の圧倒的影響下にあった若手活動家から、激しく批判、誹謗された。その後共産党は、福本イズムに沿って再建、 第二次共産党をされるが、結局のところ関村は、第一次共産党の解散に賛成した人々、佐野学や徳田久一など、が再建の中心になっていることを意気通り、相手氏とも言える鍋山貞地下の説得を内定拒否し、党の再建には参加しなかった。そして山川、井の綱浦と1927年に、労農を、総刊、労農派の中心メンバーとして、 非共三党、マルクス主義の理論家を行った。日中戦争が始まると、反ファシスト運動を主導した日本無産党にも参加した。しかし1937年に人民戦線事件で山川、加藤漢十ら400名以上と共に検挙され、終戦まで投獄された。戦後は、全金同盟の委員長に就任すると共に日本社会党の結成に参加。 1946年以降衆議院議員を2期、中選挙区の東京4区選出務めるが、1948年に日本社会党を離党。1949年1月の第24回衆議院議員総選挙では、社会主義政党結成促進協議会、いわゆる山川新党母体に無所属で立候補したが、落選する。関東金属労働組合委員長も務めた。 以後は評論活動に専念し、1950年12月ソ連の評価をめぐり小堀人事と山川、高坂一郎らの間で対立が起きると、小堀の主張に賛成はしなかったが小堀が山川新党の実務を担っていたこともあり、小堀に同情して1951年結成の社会主義協会には参加しなかった。60年代後半以降にはソ連派傾向を鮮明にした、 高坂、社会主義協会を強く批判した。一時審左翼に共鳴して、学生を支援したが、内際に失望して手を引き、以降国交の分泌活動を続けた。第十回参議院議員通常選挙に参立か芝山連合空港反対同盟の戸村はじめ作が、立候補すると、小田見ノルラの参立化闘争と戸村はじめ作氏に連帯する会に参加した。晩年には、 品川が無くを包め、戦いのゴミに染みたる赤肌てという歌を作っている。1981年3月6日、東京都世田谷区の玉川病院において、廃棄種のため93歳で死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。